マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは便秘でいつもお腹が張って下腹ポッコリ、もうなかなか痩せないなんてことありませんか？そうなんですよね。便秘の方は太ってしまうんです。またそもそも辛いですよね。私も過去もう1週間出ないなんて普通だった人だったので、もう本当にねそのお気持ちよくわかります。なので健康的に痩せるためには便秘を治す必要があるんです。そこでこの動画では頑固な便秘をすっきりと解消させる方法がわかるんです。もしあなたがこの頑固な便秘をなんとかしたい、そしてお腹すっきりきれいに痩せたいと思っているようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、夜に一杯飲むだけで便秘改善、痩せる簡単ダイエット法についてお話ししていきます。では話の流れはこちら。1つ目、この夜一杯飲むだけの方法を使ったダイエット効果について、2つ目、その具体的に取り組む方法についてお伝えしていきます。では1つ目の項目です。夜一杯飲むだけでダイエット効果を得ることができる、まあ、結果便秘解消ができる、そのものとはこの2つになります。1つ目はアマニオイルですね。このオイルはまあいろいろね痩せるオイルありますけれども、この便秘に特化するとすると、腸の炎症を鎮めて善玉菌を増やしてくれる効果の高いこのアマニオイルがとっても便秘にはねおすすめになるんですね。でまたポリフェノールの一種が入ってますから、リグナンっていうね成分が入っているので、女性ホルモンをね整えてくれる効果も得ることができるんですね。やはり私たち特に女性はこの女性ホルモンのバランスが取れているからこそ体型をまあキープできているわけですよ、若い頃はね。ただ残念ながら私もそうです、まあ、アラフォー、もう少しアラフィフです。そんなね年代になってきますと、残念ながらこの女性ホルモンの分泌がもうどん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 ね減っていってしまって、まあ、もうないっていうね、どこに行き着くその間に、今までだったらこの女性ホルモンがあるおかげで脂肪を燃やしてくれたり、悪玉菌を抑えてくれたり、コレステロールをね抑えてくれたり、まあ、そういった効果があったわけです。代謝を上げてくれたり、それがなくなっていってるわけですよね。ですから何もしなかったら今まで通り暮らしてたのになんか太ったって、やっぱりそこの影響も大いに受けてるわけですよ。ですからアマニオイルを入れることでその女性ホルモンも整えることができますし、そもそも痩せるために必要な腸内環境を整えるために必要なこの腸の炎症を鎮めてくれる、しかも痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてくれる、この効果の高いオイルを寝る前に摂ることで便秘解消になって、結果こういった効果を得ることができちゃうんですよってことなんですよね。ただオイルだけ飲むっていうのもちょっとねきついなって思うんですよ、まあ、平気な方はいいんですけれども、そこで私が考えたのはオイルを飲む時にこの白湯に溶かして飲む、これを考えたわけです。でこのお水とか冷水とか冷たいのではなく、なんで白湯なのかっていうことなんですけども、この温かいお湯ですね、白湯の痩せ効果がすごいからなんです。ここをダブルでガッとね掴んでいただくと、もうますます痩せ効果が上がる、便秘解消にもなる、お肌もツヤツヤスベスベになるわけですよね。でお白湯というのはそもそも寝る前に内臓がね温まりますよ。そうすることで動きが活発になって、寝てる間にその代謝を上げることができるわけです。でまたその結果脂肪燃焼効果、今脂肪を燃やしてくれたりとか、消化の力、代謝もアップします。でまたそのことでデトックスやむくみ改善効果もありますから、ぜひ寝る前に白湯をコップ1杯飲むっていうのもね、とてもダイエット効果を加速させることができるんですね。ではここから2つ目の項目です。今項目1でお伝えしたダイエット効果の高いあの2つをどのように飲めばダイエット効果をさらに得ることができるのかという具体的な飲み方をお伝えしていきます。で私が今使っていますのはこちらです。イオンのトップバリューグリーンアイブランドのオーガニックのアマニオイルなんですね。有機認定農場で栽培したアマニの種子をその低温でですねちゃんと作ってくれて、風味豊かなオイルということでオメガ3が入っているオイルになります。でちゃんとここにも有機 JAS マークがついた認定ものです。でこのイオンさんのグリーンアイシリーズは
コスパがいいんですよね。普通こんな有機栽培のアマニオイルだと結構値段するんですけれども、こちらだと普通にね、まあ、お高めのよりはお得に手に入るのでおすすめです。なので今回ご準備しております。で、原材料はもちろん有機食用のアマニオイル油のみということで、これポイントはね、火にかけてこう加熱したりせずにそのまま召し上がるっていうのがね、とっても大事なんですね。加熱してしまうと効果が薄れてしまいますから、例えば夜これ取ればいいんだなと思って野菜炒めに使ってみるとか、そういった飲み方ではないですよ、使い方ではないですよということですね。できればもうこのまんま取ることがおすすめなんです。じゃあそうは言ってもどれぐらいの量なんですかということで、こちら夜寝る前に大さじ1倍までで十分効果があります。翌朝すっきりということですよね。そして冷やしすぎないでください、まあ、要はこれをですね、そのキンキンになんかこう冷たい飲み物で割って飲んでみるとか、冷やしたオイルをそのまま飲むとかね、冷蔵庫で、そういったのはしちゃダメですよということですね。お腹を冷やしては元も子もないわけです。そこで先ほどお伝えした白湯と一緒に混ぜて飲んでもいいですし、そうですね、オイルだけ飲んでも平気っていう方はいいんですが、さすがにちょっとねオイルだけの後味が良くないと思うので、白湯で薄めて飲むというのがベストです。そしてまずは体質改善も含めます。便秘ですからね、長年の便秘、頑固な便秘さよならするためにはこの飲み方で最低 3,4 ヶ月はまず毎晩1杯続けてみるということをぜひ今日から取り組んでみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の痩せるポイントはまずは頑固な便秘を改善しましょうでしたね。そうすると自然と痩せ体質に生まれ変わってスルスルと痩せることができますし、何よりもお腹パンパン、なんかすっきりしないってもうね気持ち悪いじゃないですか。もう私も本当辛かった。なのでそんな辛いところからね、えいってもう脱出して卒業しちゃいましょうということでこの動画をご準備しました。ぜひ今からスタート取り組んでみてくださいね。簡単にできます。さあこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。